どうもお久しぶりです。バグキンです。なぜ本日は動画を出したかと言いますと、友達に YouTube を久しぶりに出せよと言われて出しました。チャンネルを放置していてましてね、気づかないうちになんか300人登録されていて、正直僕もびっくりなんですよね。はい。そして僕サングラスオークリにしました。これだいぶ前のことなんですけど、はい、今まではなんかフェラというなんか安物のメーカーのサングラスしてたんですけど、僕陸上やってるんですけど、まあ、それでちょっと買い替えました。はい。ちょっと喋るの下手くそなんですけど、はい、まあそこはお気に召さらずに、まあ、聞いていただければいいと思います。はい。ですね、まあ、今日はただ単に喋る動画なんですけど、私の自己紹介をしたいなと思いまして、300人登録されたということで。いやでもただ電車の動画とわけのわからない動画を出してるだけで300人登録されたというのはもうすごいですね。 YouTube というのはもう、はい、もうなんかノリでやったんですけど、まさか300人登録されるとは思ってなかったですね。はい。こんなクソみたいなやつでも300人登録されるんですよ。はい。もうありがとうございます。本当にもう感謝しかないです。はい。そして僕の紹介なんですけど、僕はまあ学生やっていましてね、まあ今年就活生なんですけど、まあ、まあある大学に通っていましてね、まあ陸上競技というのもやってまして、その中で競歩でもやっています。そしてまあ言うてる間にですね、なんかまあ学生の最後の大きい大会があるんですけど、まあそこで、まあ、本当ならね、まあでかい記録出してまあ上の大会ってことなんですけど、僕ちょっとねもう練習をおろそかにしてたのと、まあちょっと持病がありまして、ちょっともう、うん、もう歩けないから D、ちょっと棄権しようかなと思ってたんですけど、まあ何、まあなんかやれということで、もう部員のみんながねやれということでまあやるんですけど、まあなんかすごくエンターテインメントな試合になりそうですね。はい。まあもうちょっと陸上関係者の方いたら、まあちょっとご期待してくれたらいいと思うんですけど、もしかしたら他の大学から冷ややかな目で見られるかもしれないですけど、まあそこはもう僕エンターテイナーなんで、ちょっともうやる切りたいと思います。はい。でも1万メートル競歩っていうちょっと試合なんですけど、歩き切れるかどうかわからないですね。ちょっと持病のあれがあるんで、まあでもちょっと当日頑張って歩きたいなと思います。でまあ陸上競技やってるんですけど、他にもまあ鉄道の動画いっぱい出してると思うんですけど、まあ、鉄道好きで、まあ、鉄道の動画もいっぱい出してるんですけど、まあ、いっぱいってわけでもないですけど、まあ少々出してると思うんですけど、まあそんな感じでね、まあ僕のまあ一つ目の日常ということでまあやってるんですけど、まあ日常を見てくれたらいいかなと思いますね。はい。まあその大した動画じゃないんですけどね、まあ編集も全然ノー、ほぼノー編集なんで、はい、もう温かい目で見てくれたらいいます。そしてここに映っているこのここで今日買うたんですけど、このなんすかこれ、クロワッサンですね。これすごく美味しいですよ。はい。もう訳わからんぐらい傘入ってるんですけども、なんかこれ798円ですよ、この量で。びっくりしましたよ、ほんま。美味しいですよ。はい、本当に。まあ、そんな感じでですね、まあ今日の動画はここら辺にしておきたいと思います。まあ、まあ、ちょこちょこ動画出せたらいいなと思ってるんで、まあ、温かい目で、別にまあ、批判とかもしてくれて結構なんですけど、全然もう、あんま気にしないんで、別に、はい、まあ、温かい目で見てくれたらいいと思います、これからも。はい。それでは、今日のところは失礼いたします。さよなら。